いつものようにこちらのコーナーからです人気者ちょいわら先生の今週の一発予想はい今週はクリック株三六五ストックライフの大島さんです大島さんこんにちは優待離脱で有名な大島さんに来ていただきます久しぶりに優待離脱の大島がお邪魔しましたよろしくお願いしますなんかねそういわら先生が言ってましたけど今度大島さん来週かなはい。来週大島さんと一緒に僕いないんですよ来週ああなんか。 言ってましたねスペシャルちょっとアゼルバイジャンに明したから行くんで、ああ、そうなんですか、そうアゼルバイジャンそう呼ばれて、正体に行ってくるんですけど、でなんかその来週の月曜日の放送をね、千ヤル先生スペシャルをやろうと思うんですけど、いやスペシャルに呼んでいただくにはちょっと役不足じゃないですか、僕は。でもなんか、大島さんを優待離脱させようかなぐらいのことをおっしゃってましたので、すかちょっと覚悟してください。 いやーすごいですねでもアゼルバイジャンってね、えー、また帰ってきたらゆっくり報告しますあそうですねうん、うん、楽しみにしてますはい<で>向こうからの報告もね向こうからも三点3.0チャンネルの方で配信しますんで、はい、ぜひぜひご覧くださいね、はい、今日クリック株三365、はいはい、そうですねなんかもう僕がちょえー、っと一つ 一月半ぶりぐらいですかなんかこういろんなことがねすごいですねマーケットがすごいことになっててなんか利上げ懸念とか、うんうん、最近ではウクライナ情勢ですとかね,ね<ー>もう本当になんかウクライナ情勢で相当マーケット振り回されてるなとま国際情勢なんか非常に石田さん逆に強いんでウクライナ ロシアとのねいやもうそれだけで、はい、だって1時間2時間ぐらい特集組んじゃってもいいぐらいですよやっぱそうですか,、うん、か僕 YouTube ライブえき3.0チャンネルの方で1時間のライブずっとウクライナの話してますからねあ本当ですか、うん、やっぱそれだけねいろいろ過去の歴史とか紐解いていくといろんなお話ができちゃうんですかねそります,よあります中東ともつながるしヨーロッパなんか相当大きな影響を受けてるし、はい、ですよね まあその要はウクライナ情勢、まあ今日ちょっとあのフランスの提案なんかで、多少軟化したところもあるんですけど、まだまだこう現実的には油断を許さないなという状況ですよね、逆にでもそれでこう大きく安いところは買いのチャンスが訪れるのかなという感じでは見てるんですけど、あのまずはでも今日 一応ねいつものようにあの先週のまあ出来事ということで、はい、ここからおさらいしておこうかなと、はい、まずあの先週14日、えー、日銀が金,、えー、金利抑制策実施ということで、うん、これはもう10年もの国債を0.25%の利回りであれば原則的にはもう無,、うん、無制限に買い取ると。うん いうことで2018年7月以来の3年7か月ぶりの策なんですけど、うん、これはもう事実上長期金利の上限が0.25%になりますよと、うん、いうことで、まあ、金利抑制策って言われてますけどインフレが進んでるじゃないですか、うん、それであの要は欧米なんかがもう利上げ利上げっていう動きになってる中で、はい、え国内もそれにこうまあ まあそういった利上げの動きが波及してしまうんじゃないかというものに対して歯止めをかけるということで日銀が行った策なんですけどまあただ、マーケットにはあんまりこう影響が今のところ出てないのかなという感じはしますですけどねはいあとえ先週16日の水曜日はあの例のアメリカの1月小売売上げ高これは前回マイナス1.9%ということだったんですけど今回は12月 まあ12月はインフレ警戒ということでね、下げましたけど、今回予想外えー2、2%の予想に対して3.8%ということで、相当大幅にこう上昇したんですけど、これはもうアメリカなんかでも自動車の購入、これが大幅に増えたっていうのが、一番大きな影響かもしれないですね。ただあのまあ、3.8%ということでね、かなり強い数字が出たということで、これが逆に、 あのインフレへの警戒感をまた強めることになるのかなと、うん、世の中インフレ圧力だらけですもんね。何から何まで。もう僕がだから前回出演させていただいた時からもうそのインフレの流れっていうか、うん、金や原油あそこら辺の流れがまっ 全く変わってないですよね<ー>金なんか今日もう本当に最高値更新しましたんで<ー>グラム7041円ですか、うんえー、もうだから全然ものの価格、うん、だインフレがもうほんとどこまで続くのかなとねえ<ー>、はい、んかあれですね スーパーマーケットのポリ袋あるじゃないですかなんかお会計するのだとにグループきでみんなタレで持っていってあれが値上げするっていうんでスーパーマーケットがこれからあのポリ袋有料化っていう話もあれまであれまでほんにだからそのテレビでインタビューで出たのがあのビニール袋をこうやってじゃん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 持ち帰るおばちゃんとかが泣き寝入りをしてましたね困ったわとかね ねえ無料なのかなと思ったらじゃあれもあれもあ有料化か一部、まあ、制限1人2枚までとかねあ制限はね、うん、もう今無制限だってあれなんかこのロールごと持って帰っちゃうおばちゃんとかいますよ <laughs> それはほんとす,す、ね、それはテレビやってましたそれ,はそれはダメですよねそれはダメですよねさすがにね、うん、あでもまあだからそういうところまでちょっと 物,の物価の上昇というか、うん、そういったものはやっぱ押し寄せてきてるんだな、うん、そうですね原油価格の上昇がやっぱり効いてますよね、うん、一番大きいですねあらゆるものにやっぱ波及しますもんね,そうですね原油が上がるってことはいろんな製品がやっぱりねあらゆるものがうん、うん、だちょっと我々の生活はねこれからうーん ちょっと収まってほしいなっていうのが本音ですけどなかなかちょっとこのは分な、ねうん、原油は俺安くならないと思いますよいや僕もそう思います、うん、逆にこ、ね、年内中になんか100ドルとかそちらの方角に行っちゃう危険性の方が高そうなブルームバーグの原油アナリストは、はい、ウクライナ情勢が緊迫化してくると100ドル超えることもあり得ると発表してました、はい、そうですよね、うん とここからまだまだインフレが加速していくうんじゃないでしょうかそう簡単に止まりそうな感じはちょっとしないですもんねその逆の圧力ってなって見当たらないですもん今のところ、うん、そうですね、うん、もうまさにおっしゃる通りですね、うん、まあその影響もあってちょっとこうチャートをね今週持ってきてみたんですけど やはりあのニューヨークダウンなんかもまああの大きくこう下げているところというのはやはり1月の利上げ懸念 FOMC の議事録の内容なんかを見てこう利上げのこう可能性がもう可能性というかもうほぼ利上げ確実のようなことでねそれで大きく下げて一旦はこう戻ったんですけどここにきて今度はウクライナ情勢で大きくやはり。 えー、ニューヨーヨクダウの方も売られてると、まあうん、ただ下の,あのテクニカル RSI ちょっと持ってきてみたんですけど今日あたりの下げで一旦たんまあゴールデンクロスと言いますかね、うん、あのひとまず今日の安値でこう会話が訪れる可能性もあるんですけどちょっとまだ騙しの可能性もあるんでウクライナ情勢っていうのは今日少しねフランスの提案で米、うん、ロ 首脳会談バイデンさんもプーチンさんも双方が受け入れたということで少し難化はしてるんですけどまだねでも実際のところは分かりませんから、うんはい、ですので、まあ、あのニューヨークダウンもそうですけど次の日経225にしましても同じような流れ、うん、これもまあ1月にほとんど棒下げのような動きになって。 ひとまず下ひげであの安い値段出した後に戻ってはいるんですけどこれもやはり同じようにニューヨークだと同じようにウクライナの情勢で今、再度叩かれているという形ではあるんですけどねこれも同じように RSI 持ってきましたけどこれ、今日あたりでやはりゴールデンクロスの方向には来てますんで、うん、あの情勢次第ではちょっとここら辺から反転する可能性もまだ出てきてるなと。うん うん、いう感じはしますよねですから、いずれにしてもその、まあ、仮にウクライナの情勢、まあ、僕は正直言って衝突はないと見てるんですけど、それが見え隠れしている間に、どうしてもやっぱり安い値段出るじゃないですか、うん、投資家の皆さん、リスクオフを取りますんで、うん、それで値段が下げたところは逆にこう本当に大きな、うん、あの買い場といいますかね、うん、チャンスに。 なななるんじじゃいいかなという感じはしますよねですからちょっと虎視眈々とねそのタイミングを今見てるい状況ではあるんですけど僕もねロシアのウクライナ侵攻はないと思います。あそうですか、はい、というのは、はいまあ、ロシア結局東側の国境選定もほぼ NATO とその NATO の同盟軍に囲まれちゃってる状態なんですよね、えー、ベラルーシぐらいですよ新ロシア国っていったら。はい でそれ以外が全部もう NATO とあとグアムともうそういったね勢力がこうやって東に押し寄せてきていることを考えると、はい、まあロシアはこれ侵攻したら必ず負け戦になるんじゃないかなとしかも本当に太刀打ちできないと思うそれをねプーチンさんがその負け戦し仕掛けるほどプーチンさんはバカではないと思いますね。はいうん これはちょっと心,心強いというか信憑性がありますね、石田さんのこと、うん、やっぱりあと威嚇ですよね、結局、はい、そのウクライナの NATO 加盟というものに対しては、はいあの、バイデンからの。 答えが全然返ってこないということに対しての威嚇、その威嚇ということでロシア軍をウクライナ国境に集めてるけど、そこから先攻めていくことはまあ考えにくいと思うんですね。うん、まあ僕ももう全く石田さんの意見と同じですね。はい。ロシアの外交官も言ってました。もっと外交官。はい。うん、プーチンはそこまでおバカさんじゃないだろうと。うん負けるようなことはしない。返り討ちにあうでしょうからね。ロシアから攻め込んだら。そうですよね。 ですから、まあ、あの要は今、マーケット一番こう。 押し潰してるのがウクライナの情勢ですから、うん、そこがある程度見通しがついてきたら一気にやっぱり相場好転してくると思いますんでそれがねちょっと僕近いような感じで思ってるんですよ。うんうん、ということはここはやっぱりここ数日、うんうまあ、今月中の動きを見ながらですね、うん、本当にいいビッグチャンス訪、うん、れるとが買い場だと。うん、はい そのように見てるんでね、うん、もう本当にそのチャンスだけは逃したくないなというふうに思いますね。それとあと、まあ、それに付随して、えー、と今週のイベントになりますけど、うん、えこれは2月の24日にですね、 アメリカの10、12月期、四半期の GDP、うん、これ、前回6.9%だったんですけど、今回もそんなには変わらない、まあ、7%の予想が出てます、前回大きく伸びましたけど、まあ、コロナの感染拡再拡大や、まあ、あの先ほどもお話したインフレの影響、これがまあどう出るかという形ですよね、うんうん、それともう1個が週末25日金曜日、えー、同じくアメリカの1月個人消費支出。 これも前回5.8%ということでおよそ39年半ぶりの。 高水準なんですけど、うん、今回も予想は6.0%ということで今回でも、ね、これが予想を上回るようですとこの個人消費支出というのは FRB がインフレ指標として重要視している指標の一つになりますから物価の動向なんかを示す指標ですけどこれが、まあ、予想を大きく上回るなんていうことになりますとですね まあ次回の FOMC が3月17日だと思うんですけどまあそこで一応0.25%から0.5%ぐらいまであの利上げはある程度織り込んではいるんですけどねもしかしてその数字が強いようであればまあサプライズの0.75とかねそんなのも絶対ないとも言い切れませんけどまあ仮に0.5%ぐらいまでは今のマーケットで。 織り込んででいるかもしれないですよねずっと1月からそれを嫌気してどん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 相場下がってましたからうん、うん、いざ来月の FOMC で利上げ確定ということでもですね、うん、それは材料出尽くしのようなことに一時的にはまあなるかもしれない。と、うん、いうことは、えー、利上げにしてもウクライナ問題にしても、うん、あの現状ではこう非常に弱い材料のこう日本柱ですけどそれが逆に今度は。 えー、上げに、えー、のエネルギーにつながる可能性は十二分にあるタイミングだなと、うんうん、じゃあそのタイミングをまあ見計らって、はい、そこ虎視眈々と狙っていきましょうそいうものですねいそのタイミングで株価指数を買い求めになるんであればこちら区、はいはい、株365が。 取引が非常に人気であるとはい、あの岡谷商事が取り扱っておりますクリック株36、これ、日経225リセット付きというものでして、うん、これはもう最長で15ヶ月間のお取引、うん、その間にもう最短で、それこそもう短期で売買していただくのもいいですし、 え中長期でまあ15か月間じっくりと配当を狙いで持っていただくのもよしもう短期中期両方にあのね対応している商品ですからあの9月スタートの翌年 12月リセット日ということで、うん、今ねどん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 ちょっとやっぱり人気が急上昇中なんでんもしご興味のある方は0120284290マーケティング部大島の方までお問い合わせをどしどし。はい いただければと思います。はい、フリーダイヤルの方までお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、いええ、そして、うちで扱ってるクリック株三六五には、三つの選べるコースがありますんで。はい、はい、こちら、対面のスタンダードコース、そしてサポートコース、セルフコースと。え三、ー、つの、お、ね、今なかなか。この業界で、その対面のこうコースを取り扱ってる会社って、ものすごく少ないんで。んはい、あのー、まあ。 パソコンが苦手だとかですねいろいろこうアドバイスをいただきながら取引をしたいなんていうお客様にはもう最高に向いていると思うので,で、ねうん、こちらもぜひね、ねどしどしご連絡をいただければと思いますのではい、ぜひ皆さんお問い合わせください。はい、よろししししくおおおまますす願いいたということで本日は人気者、千代丸先生の今週の一発予想クリックカップ365の優待離脱でおなじみ、<laughs> 大島さんにお越しいただきました。